アイコランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、リムルの出現率超アップ来ました。イベント後半になってですね、やっと本丸現れたかっていう感じです。僕はですね、このリムル持っていません。なので一応ミリムね倒せるんですけども、まだ仲間にできていません。今日はですね、このリムルをゲットしてイベント攻略一気に進めたいなと思います。そしてですね、僕はですね、まだ持っていないキャラがたくさんあります。ベルドラ持っていません。ベニマルとかねその辺のキャラも持っていません。なので今日はですね、もう一気にランク UZ 引くついでに、もうその途中にねざっくり引いてですね、一気にイベント攻略進めたいなと思います。確率見ていきましょうか。リムルは 1%、 安定の 1% ということで、恐るべし 1% 引いちゃいましょう。しかも早めに来てほしい。もうこのキャラはですね、もう引かないと今回のイベントは終われません。なのでもう何が何でも出すしかねえ。早めにお願いします。どうだ、ですか、やばい。いつもですね、イベント結構順調に進んでくるんですけども、最後の最後でですね、この全破産みたいなね、全部持ってかれるみたいなことがあるんで、ここでですね、泥沼にはまってしまったらですね、今までの苦労が全て水の泡となってしまう。なんか恐ろしいよね、そのあとにプニプニ。やっぱランク UZ いるからね、もうそれ、なんならそのランク UZ さえあれば、他のキャラはまあ最悪なくてもいいというぐらいの内容、イベントなんで、リムルはやっぱ欲しい。オルシュス、おっとゴールドか。今回ね、なんとかリムルゲットすれば、封印強敵のねミリムの周回もかなり楽にできるようになって、仲間にできる。まあワンチャンリムルゲットできなくても、頑張って根性でね周回してやればいけるのか。でもドロ率絶対低いんだよね。最近ねランク UZ 封印強敵のドロ率がね、ドロップ率、仲間になる確率が異様に低いので通用しないんだよ、その力技で頑張ってってのが。おろしす、昔はねそれいけたんですけど、なかなかもう今はねそういうドロップ率じゃない。なのでやっぱりここは欲しい。早めにお願いします。マジでお願いします。よしよし、お願いします。おろしす、うわクリスカだ。超アップってなんだよ。しかも全赤とかこの金株虹株すら出ない。まだね焦点リーチ虹株外しの方が盛り上がるっていうか、今回僕はですねリムルだけ出ればいいというわけではないんですよ。ベルドラとかね、他のキャラも引きずり出したい。いるキャラだからね。さあ今のところ結構イベント楽しめてるんだけど、それがハッピーで終わるのかどうなのか。テンスラ面白いからね。僕もねアマゾンプライムでテンスラ見ながらプニプニやってます。だからこのプニプニが一段と楽しめるんだよね。アニメ面白いからね。なのでここはやっぱりリムル出したいね。このニュースイリムル、おっと盛り上がってきた。金の煙が出ると結構焦るね。さあ金カプからペロッと来ちゃって、あるんですよ結構最近が。止まれ止まれ、あー止まれね、止まれ、あー止まれね、ダメだ、やべえ、マジでやばいモード入ってきた。いつものあれか。さあマジで来てほしい。おるちょっと来た、どうんだこれは。さあもうこれは外したらちょっと今日やばいね。ここで出ればまだギリセーフ、ギリセーフだよね。 1% なんで、まあ期待値100回としてまあ神引きではないにしろギリセーフと言っていいでしょう。しかも金カプたくさんあるんで、こっからダブルゼータも一緒に、おっと Z 来た。しかし持ってるけどね、こっからダブルゼータも一緒に引けちゃえばむちゃむちゃラッキー。ワンチャンベルドラ来てくれたらすごくラッキーです。いきます、止まってください。おろしす、来てほしい。金カプでも激アツ、おろしす。さあ来てほしい、おろしす。さあ虹カプで止まってよ。ここで 0.25 のシズとか嬉しいけど、ここで来るかっていうね、 0.25 怖いよね。ダブルゼータ 0.26 合わせると 1% 超えるんで、
数字だけ見れば他のキャラが出る確率の方が高いんだよね。でも持っていないキャラもたくさんあるんで、止まったから言うてっていうのはあります。いきます、マジで今日全ての運勢をかけてランク優勢お願いします。来たー、来たよ来たよ、お願いします。頼む高め、あーランク優勢来た、リムル、テンペスト名手リムル来ました。どうなの、まあまあの確率、まあまあ許せる範囲で来たと言っていいでしょう。これでちょっとワンチャンあるぞ、イベント攻略かわいいよね、マジで来た、この何なんだろう、リムル来ましたよ、お前いいやつだな、名前は何て言うんだ、うん、この感じか、よかったら友達だろう、当たり前じゃないですか。さあリムルと友達になりました、これちょっとワンチャンあるんじゃないの。さあ来たぜ来たぜ、マジで来たぜ、結構回したけどね。そしてこのランク Z のねランガも一緒に引いちゃいました、持ってるけどね。ということでちょっとイベント走っていきたいなと思います。さあ皆さんはですね、今回のチョアップ多くの方が回されたと思いますけども、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。来たぜ来たぜマジで。それではですね、イベント攻略やっていきます。さあいよいよこのミリムなんですけども、封印は全て終わりました。さああとはね仲間にするだけということで、さあこんなパーティーでやっていきます。シュナですね、こちらダメージダウンがむちゃむちゃ強力です。さあそしてガチャからゲットしましたリムル、まだちょっと育成できていませんけども、まあでも強いでしょう。これはね必殺技が非常に個性的なんだよね。さあそしてスキル、このサイズアップということでまたちょっと癖強えなっていうね。さあそしてシーズ使っていきます。今回のイベントでまあ最もね使えるキャラと言っていいでしょう。なんとかガチャからゲットできました。さあそしてマップでゲットできるシオン使っていきます。なかなかいい感じだよね、フィーバーゲージが溜まりやすい。そしてベニマル使っていきます。隠しステージでゲットできます。さあこんなパーティーでやっていきます。さあほんと今回の封印むちゃむちゃ強いです。一応ですね、まあこのリムルなしでも倒せたわけですけども、まあリムルあった方が倒しやすいということなんで、さあ相当ダメージ出るのか、ダメージダウンも結構強力です。まあこれぐらいであればゆっくりやってもいけるか。さあそしてフィーバーインからの、さあちょっとデカップに作っておいて、ちょっとシズを生かしていきます。これでデカップに作る。さあそしてこれで一気に技ゲージ貯めて、さあ一発目、さあそして2発打ちでいきます。さあこれで122万ダメージいったでしょう。さあ好物与えます、あとは仲間になってほしい、これはむっちゃ可愛い、お願いします。アイテム付き、落ちませんね最近の UZ はほんとドロ率低の設定なんで、もう何時間もやって落ちるのかっていうね。さあちょっとまたパーティー変えます、汚れ使っていきます。こっちはスキルでボーナス玉が降ってくる。そしてこのこっちの汚れベニマル、たまに受けるダメージを減らす、そしてボーナス玉降ってくる。さあ今回のこのリムルがですね、ボーナス玉というかまあ玉をねが盤面にあるとダメージが増えるということなので、まあ一番作りやすい玉ということでボーナス玉をですね、まあうまく盤面にたくさん置いてダメージね消していきたいなと思います。このお邪魔玉も有効だよね、なのでちょっとこの玉をなるべく盤面に溜めておいてダメージに変えていくという、まあ新必殺技かなり癖が強いです。さあどれぐらい上がるんだろうね、まあ盤面にちょっと多めに玉作っておいて、まあ、これはこれで難しいな。さあシズでデカップに作る。
さあそしてまず一発目、おっと一発で111万ダメージ、結構いくね、200万ダメージ結構いくね。これはちょっと今後の攻略で使えそうだね。まあちょっと使い方がクス強いけどね、落ちませんね。うまく使ってやればなんか化けるぞ。さあまたちょっとパーティー変えます。今度は必殺技でボーナス作ってみます。あやとり様、これボーナス玉8個なんで、このためにあるキャラと言っていいんじゃないの。そしてキュービライト、こちらもボーナス玉を作る。さあそして武蔵使っていきます。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。さあこんなパーティーでいきましょうか。さあこれで必殺技でボーナス玉を作ってやって、盤面に玉を増やしておいて、まあ大ダメージ いけるのか。だからうまくこのボーナス玉、全消し&ボーナス玉作るね、必殺技とかね、組み合わせて使うといいかもしれない。さあこれでまずはあやとり様、ボーナス玉むっちゃできる。そしてキュービー、これはでっかいボーナス玉ね。まあ、大きさ関係あるのかっていうのはありますけども。さあ、鉱物与えます。さあ、ミリムマジで欲しい。さあ、そして、フィーバータイム外で、一発で、一発ちょっと苦しいのか。ちょっと足んねえ。まあ、もしくは技レベル上げたり、もう少し、このリムル育成してやれば多分、ワンパンというかね、うまくやればいけるよね。ボーナス玉をうまく使いながらね。さああとは仲間になってほしい。さあお願いします。落ちませんね。もう落ちる気配すらない。まあここはねじっくり行くしかないかな。